あの六甲おろしに励まされて俺はマウンドで燃え尽きたんや。ほんまピッチャー冥利に尽きる話や。ありがとう、みんなのおかげや。天国から見てるで。背番号11番村山実が汗と涙にまみれたユニフォームで虎の大暴れを天国から見てるで。コロリあっさりコロコロ負けて、おでんやないねん大河天然。六甲おろしが嵐を呼べば飛んで行きたい、飛んで行きたい甲子園。142勝147敗、俺の人生は野球と同じや。いつも全力投球の真っ向勝負、ストレートとフォークボール、それで打たれたらしゃあないわ。倒す相手は長嶋一人、あとはあんな
今もう声がどっか行きそうだ。いかがでしたでしょうか。昭和名勝負炎の村山みなる、ありがとうございます。なんだかもう、なんだかわかんないんですけど、この歌を歌ってるとすごい元気になっちゃうんですね。でトンラ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 って言ってるとすごいこう気持ちよくなっちゃうんですけど、今日はいつもよりもトラトラをいっぱい言ってみました。いや見てください、この黄色と黒の阪神タイガースみたいな、でこのヘアスタイルもね、自分では、あ、ありがとうございます、トラちゃんの耳の感じだったんですけど見えますかね。でもあの、とっても嬉しいことがね、一つあったんです。っていうのは、この村山さんの歌を作っていただくのに、あのスタッフがご家族のところにご挨拶に行ったんですね、伺ったんです。そしたらその時に、あのご子息の方、息子さんが、うちの父はそんなにしょっちゅうこう歌を歌ったりっていう人間ではなかったんだけども、でも一曲だけすごく大好きで、あの歌うレパートリーとしてる歌があったんです。それは石川さゆりの津軽海峡冬景色をよく歌ってましたって。もうそれ聞いた時にね、すごく嬉しくって、あのよりこう村山さんが身近な感じがしましてね、うわー嬉しいなーって思いまして、元気いっぱいにこの村山みのるさんの歌、昭和名勝負歌っていきたいなってそう思いました。ぜひ皆さんも応援してください。よろしくお願いいたします。